思ったものを読みたいのだから、何かの嫌なか何かっていうのは、それが人になるのそうじゃないのかって聞いたけど、人に興味を持ってるからね、その人に興味を持ってるから、もしそこはね、それは神の手って言われるわけじゃないんだよね。いやー、もうね、よかったよ。そうだから、ね、本当にあの自分の方がほんと変わるじゃない。うん、ね、まあ、あの全ての人が引き上げればいいと思ってたと思うんですよ。はい、俺もあのトトトトですね、はい、コロンビアの勝ちから引き上げで勝ってました。あら、あら、あら、そんな、そんなことでいいんですか。あの、はい、オランダ戦は勝ちで勝ってます。というわけでですね、はい、これあの某ケーブルテレビで、うん、あったこと言ってるんだけどさ、はい、あのね、あんたの栄光とはよく聞こえるんですけど、はい、このアンミテンってとこなんですよ、はいはい、その中にね、あのギャレットっていうね、うん、ちょっとしたお店があるのよ。ピザのお店なのさ、その場でピザを焼いて食べられるってお店なの。パン屋さんにあんな、はい、ピザ屋、ピザ屋さん、はいはい、であのドリンクとかもあるとこなんだけど、はい、そこがね、今度新しいの作ったんでちょっと食べてくださいって言ってさ、うん、カナダシパンケーキ、パンケーキ、うん、パンケーキを、はい、あのピザ窯で焼くのよ。どうなるの。でこれがね、ちょっとね、パリッとしたところと、はい、中がふわふわのとでさ、めっちゃ美味しかったで、上にね、うん、あの、何生クリーム、うん、マスカルポーネとアイスクリーム、うん、ね、はいはい、アイスクリームを乗っけて、でフルーツソースが入ってて、うん、フルーツのフォアグラつけて、はい、めっちゃ美味しいのよ。甘さしつこくないのよ。あのね、ドリンク付きで750円、700で、めっちゃ安いけど、これはさ、テイクアウトはできないの。まず、あの、すごい気合いしてないのって言ったら、あー、だからね、あの、できてすぐ乗ってると、相手にも見えてくるから、ちょっと待ってくれてるんだけど、うん、よかったよ、これはね、いいことありえてるので、ギャレットって、ぜひ食べに行っていただきたいなと思いました。それでも、ね、あーと思ってた。言ってた、なんか、この、ワールドカップ1年って、なんか新しい新商品違います。全く違うんじゃないの。違うんじゃない。音楽を取ってます。スポーツには全く違うんじゃないか。ということで、音楽を取ってます。スポーツ。サンデの飯が好き。え、はじめまして。はい。おまは先日、初めてラジオを聴いて、とっても元気なわけでもありません。ね。高校が初めてってことか、初めてラジオ。でも、初めて聞いて、すぐね、もう、すごい嬉しいよね。686回目ですね。だから、先週もし聞いたんだけど、687回目にして、初めて聞いてるから。ありがたいね。私は地元は長崎ではないので、休みの日を利用して長崎市内を観光しています。おう、あれ